はい、大変お待たせしました。戻り橋を奉納させていただきます。よろしくお願いします。ところに出くること世の義にあらず、近頃受けたまわって将来ば都荒正門戻り橋あたりにおいて夜な夜な怪物現れ、庶民を悩ますこと数知れず、これぞまさしく丹波の国は大江山に住まいをいたす。四天王寺の輩のなせる技とも示され、我をしてやすやすうち平らげよとのおせなれば、これよりは都原正門戻り橋あたりを指し、意を急がんとぞ思うなり。Thank you.
普天王寺の片腕、茨城同寺の化身なり、終われよなよな都は戻り橋あたりにて、金銀財宝は申すに及ばず、よき公女郎どもあれば、それを取り手は大江山に連れ帰るなりわいといたすものなり。されば今宵も老婆に富をやつし、都は戻り橋あたりを指し、身を急がんぞと思うなり。して傘を売る、帰りゃいいが帰らぬときゃ、この子も雨の中骨になる、この子も雨の中骨になる。ああ、善でいい
ておりますよ。こんにちは。こんにちは。はいはい、ですね、元気があってよろしいです。ありがとうございます。まあ皆さん真ん中の方がえっと空いてるけ、まあまあまあ、あがい恥ずかしがってない子に寄って寄って怖い真ん中空いとったら私やりにくくてやれんよこれ。まあ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 、まあ、今日はね、高知神社秋の例大祭に大塚神楽団お呼びいただきまして誠にありがとうございます。皆さん、まあ拍手の一つでもここでありゃあもうチートばかしやる気が出るんだが、ねえ、ありがとうございます。今日はね、北広島町は大麻からやってまいりました大塚神楽団でございます。今からね、この戻り橋に始まってあっこで土蜘蛛の最後に大和のオロチと、回していただきます。皆さん最後までね一緒にご観覧くださいますようよろしくお願いいたします。いやいや、まあそれだけ、まあこれだけ多くのお客さんの前でこれだけ立派な舞台の上で神楽をやらせてもらえるというこの喜びと感動はね、おそらく忘れるでしょ。まあ忘れるんです。元来頭が悪いもんでね、僕は大体にすぐ忘れるんです。さっきやろうとしたことも忘れてね、ほんま忘れたことも忘れて、まあ大変なことじゃあります。そういやね、何を読んだか歯忘れた、何だったかいね。おお、そうそう、物忘れが激しくてね、いう話から一個話をしよう思うんですがね、あのこれは近所のおじいさんの話なんだがね、はぁ、何ぼかね、はぁ70過ぎ80前ぐらいのおじいさんであるんだが、まあ昔からようよう働く人でね、仕事が大好きな人で、まあせっせかせっせか毎日毎日汗水探してね働けるおじいさんがおっちゃったんですよ。まあこのおじいさんもね、はぁ、まあ定年しちゃって、まあ、年金もらいながらね細々と暮らしをしてるんですけど、あのシルバー人材センターってあるでしょ、あれね、たまにそのおじいさん顔出しをしてるんですよ。これで地域の草刈りやら何やらかんやらこうやってね呼ばれた時にはどんくらどんくらいで頑張ってね仕事をしようってんですよ。これでその草刈りやら何やら終わったらね、やっぱりこれがもらえるでしょね、言ってもまあおじいさんもね年金だけじゃやれんけ言うて、そのもらったこのこれを封筒へピシャッと入れてね、まあいわゆるへそくり言うんですよ。へそくりをね作り寄ってんです、一生懸命毎日、まあ、毎回毎回コツ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 貯めてね、それをね、まあおばあさんへ絶対に見つかったらやれん思って、そのへそくりを、まあばあさんに見つかったらあんた困るもの隠しとったねって怒られちゃいけんけ思ってね、自分の部屋のあのタンスがあるでしょ、タンスの奥の方へこうピシャッと奥の方へピシャッと片付けとったんよね。よしよし、こんだけ奥の方へね隠しとりゃばあさんに見つかることは絶対ないよ思って、よしよしこれでええで思うよって、まあその日は終わったらしいんですけど、ほいでね、そのそこのじいさんのまあ娘さんからねある日電話がかかってきて、孫が誕生日なんだがって電話がかかってきたらしいんや。はっは、そりゃ孫の誕生日ならわしもなんかこうちゃらねえけんけん思うて、よしよしわしがこっそり貯めとったのへそくりがあったへそくりがあったのを思うて思いよったんだが、じいさん、そのおじいさん、そのへそくりをどこへ隠したかやの忘れてしもうて、まあどこへやったかやのへそくりどこへやったかやの思うて探しよって、探したんだが一緒見つからんのや。まあどこへやったんかのと思うてばあさんに、ばあさん、わしゃへそくりをどこへ隠したかやの言うて聞いちゃったらしいんよね。あら、ここ今笑うとこだったんだよね皆さん、ここ今笑うとこだったんよ皆さん。まあ本当に静かに見てもらう感じは、私も困りますあれおいで、
これね、まあその実はね、じいさんへそくりしとったんだがね、ようよう聞いてみりゃそこのばあさんがへそくりしとったらしいよね。でばあさんもこれじいさんに見つかったら大事だ思ってね、自分の部屋のタンスがあるでしょ、タンス、あれはタンスのこの奥の奥の方へしまっとったらしいよね。まあここまでやればじいさんもさすがにわしがへそくり持っとるってわからんだろうじゃない思って思うよったらね、またそのばあさんの方にも娘さんから、おばあちゃんおばあちゃん孫は誕生日なんだがいて、はあ、はそりゃやれんのって、そしたらわしへそくりを持っとるけあれから出してええもんこうちょるけえのって言うちゃったらしいんよ。だからそのばあさんもね、またそれへそくりをどこへ隠したかわからんよになって、まあどがしようかのどがしようかの思って、最終的におじいさんのとこへ行って、おじいさんおじいさん、私はへそくりをどこへ隠したかいねってまた聞いたらしいんよ。まあここも笑うとこじゃあるんだがね、皆さん安当に静かに見てもらおうたんじゃ、まあ困りますよ僕も。まあ言ってもね、まあ言ってもね、まあ言っていながらもどん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 話をしていかねえけんのんですが、これでね、そのおじいさんとおばあさんがね、まあそれでへそくりは無事見つかったらしいんよね。見つかって、まあ孫に、孫上にまあいいプレゼントをあげたらしいんよね。これでは毎回毎回ごわのことになっちゃやれんけえって、おばあさんとおじいさん話してからね、どがしようかどがしようか、おじいさんおばあさん、わしらへそくりを持っとってもどこに入れたかがわからないんだけど、なんかいい方法はないかと思ってね、拡大で一生懸命考えよったら、おばあさん、わしらよう考えたら通帳持っとるよのいう話になってね、はあ、はあ、そうですのって、通帳へ銭を入れときゃ、はあ、ね、なくすことはない、通帳なくすことはないけ、おそりゃいいことを言うたばあさん言ってね、銀行へ行ってね、通帳へお金を入れちゃったらしいね。これでお金を下ろすときにね、あのクレジットカードを入れるでしょ、カードがね。これでまあ長いことその通帳もクレジットカードも使おうとらんかったっけ、キャッシュカードね、はいごめんなさい、キャッシュカードね、キャッシュカードがありますでしょ、あれをね長い間使おうとらんかったっけ、あれを使うにはね、あの暗証番号のやつ、暗証番号の4桁のね暗証番号がね、はいはいはい、すみません、全バカが出とりますので、すみませんね、まあその番号がいるわけです、番号がこれでね、まあ覚えとらんけ、その番号が何だったか、まあ銀行へ行ってね聞いちゃったらしいんですよ、このカードの暗証番号は何番ですかね、まあ教えてもらって、はあはあ、これでこれでいつでもお金が下ろせる思うてね、まあ家帰ったらしいんですよ。じゃあおじいさんふと思うたらしいんで、そりゃええが番号教えてもらったんええんだが、この番号をまた忘れちゃいけんよのおばあさんと話してて、はあはあ、そうですねそうですねって、どがしますかねおじいさん言って話しちゃったら、おじいさんが、おわしゃええこと思いついたよばあさん、この番号のこのカードの裏へ書いときゃええんだ、あら、すりゃ忘れんよ、ってそれをはみはだみ離さず持っときゃね大丈夫じゃ、聞いて、まあ物騒なことよ物騒なこと、カードの裏に番号書いたら持っとったら、もし取られたときにね、じいさんばあさんの財産みんな持ってかれるね、大変なことですよ、本当に静かに見てもらおうかな、まあほんま皆さん笑うとこよ今の、笑うとこ、笑うとこだったんや皆さん、まあ頑張っとるよ、ありがとうありがとう、頑張れいう声援が後ろから今飛んできました、ありがとうございます、ありがとうございます。これでね、何を話そう思ったんだよ、おそう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 、間違えた間違えた、ね、おそうそうそう、それでね、このおじいさんおばあさん、まああがいてもやっぱり物忘れがねちょっと激しいらしいんよ、まあまあ年取ったけしょうがないかな言って、もしかしたらこれなんかの、もしかしたら病気になっとるかもしれん、おじいさんを、おじいさんちょっと病院行ってみもやれんでも言ってね、もうそうかそうか、まあわしはどうしても悪ない思うんだけど、まあ行ってみようか言ってね、二人で仲良に病院行っちゃったらしいんよね。先生に、先生すいません、私ら夫婦まあなんか最近物忘れが激しいんだが、なんかちょっと病気なんですかねって聞いちゃったらしいよね。これで、まあ、お医者さんが、まあちょっといやだけ、それを聞いただけじゃちょっとようわからんけ、まあちょっと精密検査してみましょうかって、
当日ね、まあ検査しちゃったらしいよ。だからまあ言うてもまあどこもね、悪いことなかった、悪いことなかったんだが、まあ言うてもなんかあっちゃいけんけ。まあ来週もね、ちょっとまた病院へ来てみて様子を見てみましょうよ、話になったらしいよね。これで2週間後また病院へ行き、これでまた2週間後病院へ行き、また2週間経って病院へ行き、じいさんばあさん病院へ通いよったら、ふとした時にじいさんが先生へ向けて、先生、私は何の病気でこの病院へ来よったんかいねって言っちゃったらしい。おー、笑ってくれちゃったよね、おばあさん。ありがとう、ありがとう。そう、今笑うとこだったんです、笑うところ。もう本当に静かに見てもらおうたんじゃ。まあ、わしが今日話したかったことはみんな話したっけ。ね、ありがとうございます。だいたいね、だいたい今日わしはね、この役をやるんじゃなかったんよ。だいたい、他の人がやるんだったんだがね、今日やる予定だった人がね、なんかようわからんけど、持病の仮病が再発したらしいからね。わしは今日はやれんけやれんけ言ってね、わしみたいなのがね、ここでやらにゃいけんよなったんよ。もうちょっと笑ってくれてねえかったんだよね、まだ。まあ、ほんまね。まあ、それだけの話ですよ、皆さん。ありがとうございました。まあ、おいでね。ここでチャ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 わしが言うってもやれんけ。この後にね、まあ、アッコデンやカグラがあるんだが、それにもね、こがな、いなげな格好をしたね、チャリが出てくるんですよ、チャリが。まあ、あっちへ出てくるチャリの人がね、うちの本家本元さんだっけ。元請けのチャリさんだっけね。わしは今日下請けみたいなもんだっけ。下請けのチャリだっけね。面白いことはないが、まあ皆さん今日はこらえてください、このぐらいで。ね。最後まで皆さん、まばらな拍手をありがとうございます。まばらな拍手をありがとうございます。よしよし、まあここでね、わしがちゃぶ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 しゃべるよっても前へ進まんけ。本題へね、行こうと思います。それじゃあまずは自己紹介から。ああ、そもそもこのところに現れたるは、都原正門戻り橋あたりにおいて傘の商いをいたすもので、人呼んで仏の善兵衛と申すものでござる。はい、ここも皆さん拍手をするとこですよ。いやいや、梅雨の季節ともなりかれば、傘を売ろうと思うんじゃあるんだが、商いは呼び売りが一番にてそうらえば、これよりは大きな声で傘の呼び売りをいたそうと存ずる。はい、
そなたは傘の商いを、はいはい、なさる方にてましますか。はいはい。あなたおばあさん。あなたおばあさん。なんかおばあさんにしちゃ、なんかごつい体をしとるよこのか。ほんまにおばあさんや、あんた。まあ、スネーがボーボー。あんたおばあさん役をやるっても、女の人の役をやるんだけど、そのぐらいちゃんと処理してこんや。おばあさんやこれ。まあ、何も喋らんよ、こんな。はいはい、分かった分かった、先行きゃええんでしょ、先行きゃ。はいはい、まあ、あがなわけねえ、かんやって今、裏から言われたで。うるさい、バカ。はい。なんだったかいね。なんだ言うて、ばあさん、なんだ言うて言っちゃった、今。その傘。はいはい。お願い申して候。その傘お願い申して候。あんたそれはちっとセリフおかしい思うで。なんだよ今。はい、もう一回言ってみさい。はい、なんです。いかにそれなる都の御人。はいはいはい。そなたは傘の商いを、はいはい、なさる方にてましますか。はいはい。お見かけ通り傘の商いをいたすもので、人呼んで仏の善兵衛と申すのにて候。これは幸いなり、はいはい、今おり悪く、はいはい、にわか雨に会いたれば、はいはい、その傘一本お譲りくだされやの。あんた恐れてからどこに雨が降っとるんや、見てみや、外ピーカンだよ、まあ、あんためっちゃ喋る、ね、もう喋ったよ、喋るな言うたら、いきなり喋りだす。普通に喋るな、あんたばあさんだろ。まあまあしょうがないの、これを傘簡単に打ったわけには先進まんのだろ、傘打ってほしいんだろ。はい、わかりましたわかりました、しょうがないけど打ってあげるよ。これは誠にありがたきことにて候。されば何時にこの傘を授け坊さん。あはだもってぶしつけなるお願いなれど、今の雨にて体少々濡れたれば、梅雨をば吹き取るその間、その傘あのところに差し掛けたまえやの。はいはい、そなたのような年寄りが雨に濡れれば病のもとでござる、言いよろしゅうござる。誰があのところにて梅雨を拭き取りなされ候。さればお願い申して候。はいはいはい。
何がそんなに物騒なるや。いやいや、何がそんなに物騒かと申されるが、暗くなればこの辺りには鬼が出るんでござるぞ、鬼が。何かと思えばそんなことなるか。いやいや、そんなことなるかと恩目はたやすに申されるが、鬼というものはまっこと恐ろしきものでござるぞ、恐ろしきもので。その鬼は、we
帝の勅命を被り、大江山貴人征伐の義軍を御沙汰やと共なり。はいしょ。続きましては、アッコ殿を奉納させていただきます。準備が整いますまで、今しばらくお待ちください。ありがとうございました。